ックですね。見て、秋が来たよ。ねえ、本当だよね。暑かったもんね、残暑がさ。残暑が暑かったから、見てよ、この秋空にようやくなってきました。これからはバイクの季節。今日もね、当てもなくちょっと走ってみようかななんて思っておりますが、まあ行く当てもないんでね、ちょろっと走ってやめようかななんて思ってるんですけど、あれですね、やっぱりさ、ソロでさ、どっか走り行ってもさ、あんまり楽しくないっていうか、なんだろう、俺バイク好きじゃないのかな。バイク好きなんだけど、ソロであんまり一人で走っても、別にその美味しいものが食べたいからあそこに行こうとかっていうのはないんだよね。皆さんどうですか。バイクでツーリング行った時に何か美味しいものとか、なんか食べていこうとかなります？だってさ、近くの町に行けばさ、あるじゃん。わざわざその、なんだろうな、バイクで行って美味しいものを食べに行く、まあその時の気分にもよるのかな。でも一人で行くとなかなかそんな気分にはならない。ただぐるーっと走って、ぐるーっとどっかコンビニで缶コーヒーかなんか買って、で帰ってくるっていうのが多いかな。缶コーヒー買ってじゃない、缶コーヒーそこで飲んでね。そういうのが多いかな。信号だ。あんまり喋ってるとさ、隣の車にさ、見られるんだよね。この感じうまくその伝わるのかな。この風を切ってるこの感じ、夏場のさ、ツーリングってもう暑い空気の中、熱風がバンバン、熱風の中を走ってる感じだからさ、なんかサウナのロウリュの中をさ、ひたすらバイクで、暑いバイクで走る。そしてさ、やっぱりそのバイクちゃんもね、暑くなるわけよ。水温計とにらめっこしながら、でラジエーターのファンが回るともう熱風が下からボンボン上がってきて、もう夏場のバイクは極力乗らないが一番いい。まあそんなこと言ってる間にようやくこう秋めいてきて、バイクの時期、バイクの時期じゃない、バイクのシーズンがようやく到来。本当だったよね、9月に入ってから涼しくなったらいろんなところ行こうかと思ったけど、もう10月ですよ。10月に入ってようやく気持ちいい感じになったもんね。さあこれからね、これからどこに行こうかと思うんだけど、いろいろ計画は立ててね、娘とね一緒に走りたいんだけど、なかなか娘と予定が合わなくてね、アルバイトだ部活だなんだ言って予定が合わないんだけど、そんな中ちょっとこの秋は海か山にでも行ってきたいななんて思います。夏の暑い中さ、もう汗ダクダクだもんね。乗って5分で汗ダクダクだもんね。それに比べたら今天国だよ。最高です。じゃあ皆さん、こんな感じでまたどっか行ったら、くそなんだこれ、俗に言う田舎の香水ってやつかな。田舎の香水わかるかな。わかる人にはわかると思うけど、ちょっといい匂いがする。吸い込む。というわけで仕切り直しだ。じゃあ皆さん、
こんな感じでこの秋はどっかこのバイクとともに行きたいと思います。その時はまた動画撮れたらねアップしていくので皆さんどうぞよろしくお願いします。じゃあまたね。